まあ、あちらが田尾寺駅の方なんですけども、あちらの方立ち入り禁止になっていて、周り柵で囲われてるんですよ。で、車、トラック止まってるんですけども、出てこれるのかなと、他の車も、あれ放置されてるんじゃないかなと。いや、もうだいぶ草伸びてるから、出てこれないでしょう。まあ、回収するときぐらい泣き倒しながら出てくりゃいいんでしょうけど、まあ何かあったんでしょうね。まあ、行政の抑え込みだったのかなと思って、あと、この辺はな、何なんでしょうね。昔牛がいたような気がするんですけどね。まあ、ここも金属回収ポイントでいいような気がします。あ、この辺りはね、田尾寺駅から近いですね。あの辺りとか、まあいろいろ、まあ木材の伐採ですね。まあそういうことです。